おはようございます。私、マルキューのインストラクターをやってる大塚と申します。よろしくお願いします。今日はですね、この南伊豆のシタルという漁港に来て、マキエについてですね、12月1月2月の寒目島のマキエワークということで、今これからですね、マキエの作り方の説明に入ります。水温がですね、先週から5度ぐらい落ちて、かなり厳しい状況と聞いております。今日はですね、もう私のですね、同志の人たちはもう釣りに行ってるんですが、今このマキエワークどうやって、作っていって、どうやって巻いていったらいいかっていうことを1日かけてですね、いろいろ説明していきたいと思います。今最初にですね、オキアミ、2キロです。2キロをですね、約3等分ぐらいにカットします。これはなんでカットするかっていうと、今作ろうとしているのは巻き絵の中でも寄せる巻き絵です。朝一番からですね、魚を寄せていきたい、そういう時に作る巻き絵です。オキアミ2キロをだいたい1粒のですね、3等分ぐらいにカットしてください。だいたいオキアミがですね、2キロぐらいで、3キロ版でだいたい3000匹ぐらい入ってるって言われてるので、これでだいたい2000匹ぐらい入ってると思われるので、それを3等分にすると6000個ぐらいのですね、食べるものが入ってるというような感じで、細かく刻んでですね、集魚力が高い巻き絵で寄せていくと。今オキアミ2キロをカットして、バック寄せぐらい2袋入れました。かき混ぜます。今大きい方のですね、バッカンで私かき混ぜてるんですが、巻き絵作りはですね、できるだけ大きいバッカンで、かき混ぜて、小さい方に巻き絵を移すという形が一番下から全部混ざっていいと思われます。続きまして、このイワシパーグレスペシャル、新製品です。これをですね、入れていきます。最初はだいたい半分ぐらい入れてください。でかき混ぜます。これはですね、バック寄せグレーにきれいになじむように、できれば2回ぐらいに分けて、下から上に持ち上げてください。でその後、あと半分入れちゃいます。はい、しっかり入りました。これもまんべんなく下から上、下から上、混ぜます。今ですね、これがですね、バック寄せグレ、バック寄せグレが2袋、イワシパーグレスペシャル、これが 1袋ですね。あとオキアミが2キロ入れたような形で、今ここで混ぜ合わせました。これをですね、もう一つ、今これですとですね、半分ぐらいですかね、ちょうど。これを小さい方に移します。これ先ほど言って、なんで移すかというと、下の方が混ざってないかもしれないので、めんどくさくてもですね、私はいつも結構下の方がですね、混ざってないんです。でこの量だとちょうどですね、マリキューさんの小さいばっかの8分目から7分目ぐらいで、あと海水入れた時に混ざりやすくなってるので、必ずいつもですね、大きい方で混ぜて小さい方に移すという形をとっております。これでですね、寄せる巻き餌の、終了です。続きまして、食わせる巻き餌ですね。これで寄せましたよ、あと食わせを持続しましょうっていう時はですね、それほど集魚効果とか必要じゃないので、でまた逆にですね、中に入ってるものもですね、お腹いっぱいにならない、また逆に持続させるということで、先ほどのですね、あった残ってるオキアミとですね、これもですね
こっちはですね、そんなに潰さなくていいです。もう寄せる方でですね、かなり、オキアミを入れてありますから、こちらの方は2等分ぐらいでいいと思います。はい、こちらで寄せてますから、それを持続させるためにゆっくりスロープ状に落としていきたいっていうのが狙いです。オキアミはそれほど入れてません。次です。新発売になったね、お得用 V9 お得用、今度3キロ入ってですね、すごくですねベースに使うのに使いやすい量だと思います。以前ですとね、これの小さいやつでしたから、2袋入れたり3袋入れたりしてたんですが、これ3キロ入ってるのですごく楽になりました。これもですね、普通に混ぜてください。今、こっちの方は3キロにおけみ2キロですから5キロ、こっちはですね、2キロ、2キロ、8キロという巻き絵ができました。寄せる巻き絵と食わせる巻き絵です。これがですね、あくまでも今日1日のベースになります。あとはですね、付け餌ですか、新製品のですね、この秋からですね、マルキューさん付け餌です。新製品のグレーマル、今日はですね、これも使って、これはですね、特徴はですね、食いがいいということが評判になっているので剥きます。でマルキューさんの付け餌ケースに入れますね。これ本当この付け餌ケース便利ですよね。このままスポンと割らなくていいので、中身がこんな感じになってます。それにですね、アミノ酸アルファ、これをかける。私はですね、朝一番からはかけないんです。食いが悪かったりですね、持続しなくなったりするときに、いざというときにアミノ酸アルファ、最初からはあまり使っておりません。好き好きだと思います。ただ負けの中からオキアミの粒を取ったりするときは、最初からアミノ酸アルファかけてます。そんな感じで使い分けてます。バッカーにね、このままかけれてまっすぐ立つのですごく使いやすいと思います。また逆にですね、こちらの方の時はですね、これを全部剥いてそのまま入れちゃう。こっちの方はそのままパックごと入れると、2通りに分かれてるので好き好きで使ってください。あとですね、マリキューさんのですね、尺立て、この辺がですね、グッズでいろいろと出てるので、試尺を立てる。今日はですね、私ちょっと大きめの試尺と若干小さめの試尺2本用意してます。水入れてですね、試尺を立てて、使うのにすごく便利だと思うので、皆さんもこれよかったら使ってみてください。
おめじらが釣れた釣れた、どうにかですね、始めてから1時間ぐらいになりますかね、1時間40分ぐらいでようやく1枚、釣れました。32、3ぐらいですかね。口太めじらです。コロッコロしてますね。美味しそうな口太めじらです。はい、頑張ります。魚はね結構いると思うんですけど、フグがなんて言ったってすごいですね。まあこれも一気に水温下がったせいだと思うんですけど、でも頑張ってればねこうやって、一つ二つと拾っていけるんで、頑張ってやっていきます。これね、水入れといてここだけ開くんでね、キープする時もこのまま落とせばスポッと入ります。見ててくださいね。もうこのままで入るんで、でここがジャンプしても出ないようになってるんで、すごく便利ですよね。新しい、マルキューさんのキープバッカーです。今ですね、蒔絵からちょっとオキアミを拾ってみました。こういう時にはですね、私は必ずこれです。アミノ酸アルファ、本当にいいんです。これズバ抜けて効果があるので、ぜひ皆さん使ってみてください。うん、これはメジナかもしれないですね。抜いちゃおうかな。玉で入れた方がいいかな。いやいや、一緒抜いちゃおう。抜いちゃうサイズじゃなかったですね。いいサイズですよね。このぐらいのが釣れてくれると。普通は抜いちゃダメです。これはもう玉をしっかり入れていくサイズなので。蒔絵ワークということですね。朝ですね、寄せる蒔絵と食わせる蒔絵、二通りの蒔絵の餌を作りました。これはですね、寄せる蒔絵、そのまま名前の通りですね、寄せるために巻くんです。朝一番、集魚効果が高いバック寄せグレとイワシパワースペシャル、この集魚効果が高い、配合集魚剤、配合餌をですね入れて、オキアミをですね細かく潰したのが味噌なんです。寄せる蒔絵には食わせ効果はあまりいらないので、大きいオキアミをつけたらですね、逆にマイナスになります。ドカドカ打っていきますよ。ドカドカ打っていきますんで、蒔絵を海底の中にいっぱい散らさないことです。で、今度はですね、その寄ってきた寄せる蒔絵で寄せたメジナをどう釣るかっていうのは、今度はですね、食わせる蒔絵、食わせる蒔絵にチェンジしながら、朝の寄せる蒔絵と違ってオキアミの粒はちょっと大きいです。2分の1ぐらい、ある程度蒔絵が効いてますから、それに対して、持続させるのに食わせる蒔絵というのが必要なんです。そうするとですね、1日、そうですね、5匹釣れるところが、8匹、10匹釣れるところが15匹と、必ずですね、伸びていくと思います。地合いがぜひ皆さん一度やっていただきたいと思います。
今日船長どうもありがとうございました。今日一日ね楽しく遊ばせてもらいました。なかなかねなんか水温がここでここでガンと下がったって言いましたけど、ね、けどねやっぱあの朝すごくフグが多かったんですけど、うん、途中からバタバタバタって食い出して、うん、はい、今日ちょうど餌の巻き餌のテストだったんですけど、うん、うまい具合に結果が出せて、うん、すごくこの時間でね、太陽がねとりあえずある時に終わらせてすごく良かったですはい、ね、はい、あの坂下丸のね船長がこの船、これ新しい船ですもんね。まあそうですね、はい、新造船になったんです、今度ねぜひ、皆さんもこの南伊豆のしたるこういう機会があった時、この顔を覚えておいてください。はい、今日一日本当船長ありがとうございました。